皆こんにちはたくさんの方にお集まりいただきましてあの本当に感謝申し上げております杉野復職大学講師の小菅舞良と申します。 私あの、調理研究室という、ね、杉野副職大学にありながらもあの調理という、ま、本当に真逆なあの研究室におるんですけれども杉野副職大学では。 あの家庭科教員の養成を行っておりましてあの家庭科教員ですので当然ながら服飾以外の栄養だとかそれから調理といった勉強も必修科目になりますので私がそういったところをあの全て引き受けて担当しておりますですので今回の講座であの皆様方にどんな話ができるかなと考えましたときに、まあ、栄養ですとかそれから食品あと食文化論とか調理と。 った幅広い切り口があったんですけれども私自身最近勉強しておりまして一番面白いなと思ったのが食品表示でございますそして皆様にも知っていただけますとおそらく実生活でもお役に立てると思いますしまた食品表示というのは非常にこう早く改定されていきますのでその改定されていく背景には皆様のお力というか皆様の声が ものすごく重要なんですね。なので、この食品表示に関して、まあ関心を持っていただくことで、食品表示がより。わかりやすくなっていく、あるいは、この日本全体の食生活が。もっとより良い方向に進むような、まあイメージで、この食品表示というのを捉えていただけたら、嬉しいなと思います。で、今回お話しさせていただくのは、本当に食品表示の触りというか。本当に基本的なところですので。あの、もしお知りになりたいことがあって、今回触れないような。ところ ところがございましたら、また講座の後にでもあのお声かけいただければわかる範囲でお答えさせていただきたいかと思います。今回は本当に触りでございます。それでは始めていきたいと思います。はい、食品表示とはということで、えっ、ー、と前のスライドにございます通り、えー、皆様がイメージされる食品表示というのは。 まあ箱とか容器の裏面に書いてあるようなあの、まあ、品名だったり原材料名とかが書いてあるものというのが一般的に明示されるものかと思いますけれどもそれ以外にもですね右側の方にございますような野菜とかそれから魚に含、まあのまあ、売られているコーナーにあります、まあ、いわゆるポップですねあのど,どこの産地で何というその野菜なのかと。 でまあ、値段だけですと、まあ、それはただの値札なんですけれどもこのように産地とそれから品名どういう野菜なのかということも書いてあればこれはもう立派な食品表示になってきますですのでこれも踏まえた上での食品表示ということであのご理解いただきたいと思いますで、えー、とこのです、ね、面白いんですけれども食品表示っていうのは、まあ、もちろんこういういわゆる加工食品 ですね、こういうあのパックに入って容器に売られて、まあ、店頭に並んでいるというものはこういった表示が必要になってくるんですけれども例えば昔ながらの八百屋さんとか魚屋さんでしたらこういう食品表示は実はいらないんですね八百屋さんでも値段だけ書い,た書いてあってあの売られているとほうれん草100円とかっていうふうにわざわざ書かないで100円って書いてほうれん草の前に置いてあるってことよくございますよねこれも問題ないんです違反ではございません というのもあの販売する人あるいは生産者の人と直接対話ができるという環境においてであれば消費者はこれはどこで取れたものなのか何が入っているのかということを聞くことができますよねなのでコミュニケーションが取れる場においてであれば食品表示というのは必ずしも必要とはならないんです。 そここがちょっとと面白いところですねなのであの例えばスーパーなんかであのお惣菜をスーパーで作られてる場合ありますよねああいったものもあのいろんな細かな食品表示のルールには従わず何も記載しないで、まあ、ただ例えば天ぷら100円とかそういう書き方でも全然問題がないんですねなのであのちょっといろんなルールがありましてあのその作った人と自分消費者がコミュニケーションできるかどうか できない場合に、この食品表示というのが非常に意味を持ってくるということになります。で、つまりですね。あの、この食品表示とは何かということなんですが。まあ、生産者と、それから食品。 産業、まあ、メーカーカですね食品メーカーからの、まあ、メッセージだというふうにお取りいただけるといいかなと思います直接対話できない分消費者へその食品がどういうふうに来たのか皆さんのもとへたどってやってきたのかということが分かりやすく書いてあるものがこの食品表示だということになりますなのでそういっったせっかく 私たちの元に来ているメッセージですのでそのお手紙をしっかりと私たちが読んでその上でその食品を買うのかどうかということを決めていく必要があるかと思いますでこのひょ、えー、と表示内容というのは私たち消費者の割と意思表示によって大きく変わってくる部分があります えと10年ぐらい前にもうなってしまうかもしれませんがあの中国から輸入してきた冷凍餃子の中毒事件がございましたよねあの辺からやはり日本の消費者の人たちが非常にその食品の原産地がどこなのかということに対して非常に今関心を持つようになってきました。でまたあのその原産地に関して全てのものもがまあこう はっきりとね書かれているというわけではないんですけれどもあのそこも今大きく変わってきている部分ですまた後ほどお話ししますけれどもそういったようにあの皆様の一般消費者の関心といったものが大きく食品の表示の在り方を変えてきている非常に速いスピードで変えてきていますなので私たちが、まあ、直接声を上げなかったとしてもどんな食品を買っているのか っていうこと自体がすでに一種の投票行動みたいなものにもなっておりますので。私たちがよくその表示を見て買っていくっていうことが。よりわかりやすい表示につながっていくということにもなります。なので、あの今現状食品に表示されている内容。それからあるいはされていない内容っていうのは裏を返すと私たちの。この日本の食環境が置かれている状況を表していると。 いうことでもありますなので食環境が変わっていけば当然食品の表示内容というのも大きく変わっていきますですのであの食品表示というのは割とニュースにもなっております新聞でも小さいんですけれども表示あの記載されていることがたくさんありますのでぜひその辺がどうして表示されるようになったかという裏と合わせて見ていただくと非常に社会とのつながりが見えてきて面白い分野かなと思います。 で食品表示法といいうものがございますこれが2015年に始まったものなんですけれどもご存知でしょうか、なかなか、ね、あの一般的にはこの表示法まだし全然浸透していないんですけれどもその2015年の前はです、ね、食品表示に関しましては食品衛生法、健康増進法それから JAS 法という3つの法律の中でそれぞれに食品表示のルールがございました。 でそれぞれぞこの3つの法律はあの例えば食品衛生法でしたら、まあ、健康被害を防ぐ、食中毒による健康被害を防ぐとか、まあ、そういったようなルールがのもとに作られている法律なんですけれどもそれぞれ目的が違いますので食品表示のルールに関しても微妙な違いがあったりとか解釈の違いというものがございましたですのであのそういう3つの法律にまたがっていてちょっと理解が できない消費者も理解ができないしメーカーの方もどういうふうに表示したらいいか悩むというようなことがずっと続いてきておりましたまたあの、これを管轄している省庁もですね例えば厚生労働省や農林水産省というふうに複数に分かれておりましたので例えば、表示で何か問題があったときにはどうしても対応が遅れてしまうと足並み揃えて動くということがなかなか時間がかかることですのでなかなかできなかったと。 いうことがありまして、まあこういう反省を踏まえまして、ええ2015年にこの食品表示法というものがスタートしました。このそれまでの三つの法律をまとめて食品表示に関するだけをところだけをまあ取り上げまして、それを一つにまとめたのが食品表示法です。ね。 これができたことによって、まあ、一つ消費者にとって分かりやすいということもあるんですけれども私たちが食品を選択していく上で、まで、あ、安全性であったりとかあるいは私たちが自主的にこの表示を見ることによって合理的により良い自分が望む食品を買えるようにしたいと。 いうように、まあ、自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保することを目的とするというふうにあの明確にうわれておりますやはり国としてもこういう食品表示っていうのを皆様方に食品を買う時の、まあ、大きな助けとしてほしいというメッセージが非常に込められておりますでも2015年にスタートはしているんですけども、まあ、実際はなかなかあの知られていないかなと思います でちょっと変えさせていただきますで主な変更点としましてはそれぞれ JAS 法と食品衛生法のところで少し生鮮食品と加工食品というものの区切りがちょっと違っていたりしましたのでその辺りを統一しましたり原材料名の書き方というものの変更がございますそれから大きなところなんですけれども栄養成分表示が原則義務化されたというところです。あの 今もすでにあの栄養成分表示されているものこれまでもあったんですけれどもそれがすべての加工食品においてまあ義務付けされたというところが大きな変更点です。それからままた近年増えております食物アレルギーに、 対して分かりやすい表示をということでアレルギー表示のルールの改善というのも行われておりましてあのはっきりと例えば卵アレルギーの方が卵が入っているかいないかが分かるようにあのはっきりとした書き方へと変わっておりますでまたこの食品表示法に関しましては消費者庁が扱うようになりましたので一つの 省庁で見ていきますのであの割と何か問題があったときでもスムーズに動けるあるいは変更するときにももう全然もうスピード感が変わってきますのでどん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 いい方に、まあ、私たちの声が反映されやすいように動いておりますまたこの表示法ができたことによりまして産地偽装などに対しての表示違反ですねそういったものに対しても取り締まりを強化しておりますしそれから罰則も かなり重くなってきておりますのでこの表示に関するサポート体制というのもかなり改善されているというところが大きな変更点になっております。でただしですねこののやははり表示を変えるというのは メーカーカサイドにににとっては非常に負担になります一つ,つしか売っていないということはあまりありませんよねたくさんの商品を作っておりますのでその表示を一つ一つ見直していくあるいはこの栄養成分表示を新しくするということは非常にお金のかかることですので一気にはでき,ないできませんので生鮮食品に関しては1年6か月の猶予期間がありましてこれはもう新しくなっておりますが2016年10月1日より新標準へと。 変わっておりますこの食品表示法のルールに沿った生鮮食品の表示にと変わっておりますですが加工食品と添加物に関しましては5年間の猶予期間が設けられておりましてこれが2020年の4月1日までに切り替われば良いと いうようになっておりますので今は従来の表示の仕方のものとそれからこの新しい食品表示法にのっとった食品がまあ混在しているというちょっと紛らわしい状態がしばらくは続きますけれども2020年以降はすべて新しい表示へと切り替わってまいりますでここでですねまあ食品の分類をちょっとお話しさせていただきたいと思います で食品表示法の中ではですね、食品を大きく3つに分けております。まずは生鮮食品、加工食品、添加物という3つです。で、生鮮食品というのは皆様イメージがあるかと思いますが、まあ、原則として加工がされていないもの、まあ、つまり味付けがされているとか、加熱がされてあるとか、あるいは複数の、 こう食品が混ざっているとかですねそういったことがないもので天然の食材でまあ、取れたままの状態のものまあ、軽く洗ったりとか切断するっていうことはあり得ますけれどもそれ以上の手を加えたことがない食品に関して、えー、生鮮食品という分類になってきます野菜や果物肉魚介類といったようなものであでありますそれから加工食品 こちらは生鮮食品を加工・製造したものということで、まあ、例えばレトルト食品インスタント食品というのがまあ簡単に思い浮かぶかと思いますでその他にはです、ね、牛乳なんかも実は加工食品の分類に入ってきます牛乳というのはあの必ず殺菌が本当に数秒ではあるんですけれども加熱殺菌されておりますのでやはり加工食品の分類になってきます それからあと一般ではあのなかなか買うことはないんですが添加物例えば香料着色料保存料といったような食品を日持ちさせる、まあ、こういった添加物なんかも、まあ、一応食品の中の分類になっております。で今回あのお話として取り上げたいのは私たちが一般的に買います生鮮食品と加工食品の表示に関してお話をさせていただきます。 まずですね、この生鮮食品に関して表示の基準というものがございます。必ず生鮮食品は名称と原産地表示義務というのがございます。ま例えば野菜とか果物とか肉類をまイメージしていただくといいかと思いますが、そういったものは必ず産地 まあ、例えば「東京都さんとか「千葉県さんとかそういう書き方でも結構ですしあるいは一般的によく知られた地名っていうのがありますよね例えば「夕張メロン」とか「夕張」っていうことだけで「あ北海道だな」とかイメージができるようなものは「その夕張」というような、まあ、町の名前でも構わなないいいというようなことうこになっていま,すまた「信州」という書き方でも構わないというようになっております。 輸入されるものに関しましては国の名前アメリカ産とかカナダ産でも構いませんし,もしあの一般的に知られているカリフォルニアとかカリフォルニアのオレンジとかグレープフルーツとかよくありますけれどもそういう州の名前でも OK 大丈夫というようになっております。 で、水産物になりますと、またちょっと面白いことがいろいろあります。えっ、ー、と、水産物もやはり名称が必要になってきます。で、ここであの注意点としましては。あの、水産物っていうのは、かなりブランドの。ブランド価値の高い水産物というのがたくさんあるかと思います。まあ、例えば、越前ガニとか、松葉ガニとか。ね、いろいろありますよね。それから、赤関鯖とか、赤字のタコとか。そういうふうに、こう地名と、あの。 商品名がこう一緒になっているようなものがあるんですけれどもそういう,こうブランド名での販売というのは原則できないことになっていますなので品名のところ名称のところが「関鯖というような書き方であったり「越前ガニ」という書き方では表示違反になってきますここでは越前ガニではなくて例えば「ズワイガニ」と書くということが正式になっております で,でもやっぱり越前ガニって書いてあった方があの消費者としては買ってみようかなと思ったりしますのでそういう場合はこうシールとかポップでこう貼ってこれは越前ガニですよっていうような見せ方はすることができますが表示としてはまずは生物の名前としての「ズワイガニ」と書かなければいけないというようになっております。セキサバとととかかもそそううですすねサバという書きき方になってきますでそれからあと産地 もうこちらも産地を書かなければいけないんですが必ずしもその県名とかだけではなくて最終的にこう引き上げられました水揚げ漁港の名前でも構わないということになっておりますですので八津港とか長州とかそういったもう各県の港の名前が記載されていることも多くありますで、外国の場合はですね外国産の輸入物の場合はその外国の国名 あるいは面白いのは水揚げ水域名でも可能ということで、まあ、例えばインド洋沖とか大西洋沖とか太平洋沖というすごく大きなふくりではあるんですけれどもそういう書き方でも構わないというようになっております。でこういうふういふに書くと 太平洋といってもものすごく広いわけですから本当に太平洋なのか大西洋とどう違うのかとかご心配になられるかもしれないんですが今ですねあの食品 G メンといわれる食品衛生監視員という方たちがこの商品に関しまして表示違反がないかというのを抜き打ちチェックされてるんですねでこういう表示を見てそれを持ち帰りまして遺伝子検査をするんですねでそうしますと 例えばこれが国産と謳われているのにもかかわらずあの他,の国の形他の国で取れる食品の DNA の型が検出されるというようなこともありますであの細かい日本国内でも結構細かくてですね梅干しですとやっぱり紀州の梅干しっていうのが一つのブランドになっておりますよね ですののでやっっぱり奇襲の梅干しって書いた方が売れるわけですですが。すがやっぱりそこはいろいろとごまかしたい人もいるのかもしれませんけれども紀州本当の和歌山ではなくて別のところで取れた梅干しであってもそこはもう判別がつくそうです。それぐらいやっぱりあのその取れた場所と DNA 遺伝子の型っていうのが密接になり 分かっているようですのでこの辺すごく今積極的にやっておりますのでそういう食品表示違反というのはかなり減ってきているということですのでこの辺は信頼しても大丈夫なのかなと思いますまたこの水産物ですが養殖されたものも多くありますよねですので養殖の場合は必ず養殖と書くということです それからあと海外から入ってきたりしますと一度冷凍されている食品も多くあります魚介類ですとでそれをお店で解凍して売られているということもありますので一度お店で解凍されている場合は必ず解凍と書かなければいけません。 やははり一度解凍されまますす。と品質どどんどん落ちていきますで間違ってその解凍されたものを皆様が持ち帰ってお家でまた冷凍してまた解凍するというとどんどん品質は低下していきますのでその辺でこの解凍ということを書くか書かないかというところ必ずのこの表示義務というふうになっております。 であと今はこの丸々1匹で買うというよりは切り身で買うことの方が多いかと思いますで切り身やあさりとかあるいは牡蠣とかですねむき身などの状態で容器包装されて販売されている場合は必ずこういったことも加えて書きなさいという決まりがございます例えば生食用なのか加熱用なのかという表示それから消費期限保存方法加工者の名称と住所と とといいいううものを必ず書きなさいということになさこにっておりますであの特に皆様に覚えておいていただきたいのはやはり生食用と書かれたものは生でお召し上がっていただいて平気大丈夫なんですけれども加熱用と書かれたものは必ず加熱をしてください加熱用と書かれたものを生で食べて、まあ、お刺身のような形で食べてしまいますと もしかするとまあ食中毒とか何かしらの健康被害を被ることがあるかもしれませんので必ずその表示に従うということが必要かと思いますで特にこれからおいしくなってくる牡蠣ですね牡蠣の場合は生食用と加熱用ということで売り場に出ているかと思います。で皆様が牡蠣鍋にするとか牡蠣フライにするといった時どちらを買いますすかか加熱用ですか生食用でで生食すか あの結構多いのは生食用の方が新鮮そうだから加熱するんだけどもな生食用を買うという方なんですがそれは大変もったいないです。加熱するということがはっきり分かっているんであれば加熱用をぜひ買いお買い求めてくださいあの。新鮮さに関しては変わりがありません。 生食用でもそれから加熱用でも変わりません何が違うかというとこの牡蠣が生息している場所が違うんですねあるいは養殖している場所が違ってきます生食用のものっていうのはあのなるべく人が住んでいる地域から離れて生活排水などが入り込まないような遠い、まあ、ちょっとあの陸から離れたような場所であの養殖していたり生息しているものを持ってきたものですのであの割と味わいとしてはあっさりしています でまたあのノロウイルスとかがねこれから心配になってきますがこういうカキっていうのは二枚貝といわれるカキとかアサリとかそういったものはノロウイルスが心配になるんですけれども生活排水がこう割と入り込みやすいような場所ですとやっぱりあの例えば私たちが出した排泄物からノロウイルスがこう川を下って海に行くというようなことがありますのでやはり生の場合はなるべくその可能性を下げるためにあの。 ノロウイルスが入らないような地域で育てた貝、カキを使っているというような意味合いになってきます。で、逆に加熱用のカキっていうのはある程度生活用水が入ってきます。 でその関係でノロウイルスの可能性も、まあ、出てくるかもしれないんですが加熱しますので必ず85度で1分以上加熱していただければノロウイルスも消毒というか殺菌することができますので、まあ、加熱するという前提であればあのノロウイルスに関してそこまでご心配いただくことがないかなと思います。でこの、 ノロウイルスの心配は出てくるんですけれどもあの家庭用排水が流れてくる,る地域っていうのはいろいろな栄養成分も多く含まれている海域にもなってきます。ででですすののの自体の旨味が、まあ、強くなってきますのであの 加熱用のものの方が味わいとしてはまあどちらかというとまあ濃厚というかうまみが凝縮したような味わいになりますのであのできれば加熱なのであれば加熱用をお買いになった方がよろしいかと思いますですので料理の目的に合わせて生なのか加熱なのかというところを選ばれるといいかなと思います で次にです、ね、加工食品の表示基準に行きたいいと思いますこちらは非常に幅広くて大変なんですけれども今、1から10まで上がっているんですがこれは本当に一部分ですまだ書かなければいけないことも出てくるんですがそれは食品によって大きく変わってまいりますので、まあ、とりあえずはま共通の事項として10個挙げております。 でこの中で全部やっていくとちょっと大変ですのでまず2番目の原材料名とそれから5番目の期限表示それと10番目の栄養成分表示について今回はお話をしたいと思いますでまず原材,料原材料名についてですねこちらは使用重量の多い順に記載するまた最も多い原料について原産地名を記載しなさいというふうに今なっております。 例えば原材料名ですね一番多い重量のものから順に記載するということなんですけれども、えー、とこれ、えー、ポテトサラダなんですが私が食べたポテトサラダなんですが、えー、これの原材料名を見ていただきますと一番最初にジャガイモが来ております、まあ、ポテトサラダですからねじゃがいもが最初に来てないと困るかなと思いますがじゃがいもレタスマヨネーズドレッシングスイートコーンというように重さの順番でこう 書き分けられていき言っていっですのでこれを見るとまあどんなものが入っているのかも分かりますしだいたいこの後にですね、えー、と斜め線、まあ、スラッシュで、えー、とこの添加物に関してはより分かりやすいようにこの斜め線で区切っていきましょうと。 あるいは別に添加物という欄を設けて分かりやすく表示していきましょうということで今回の食品表示法では変わってきましたですので添加物がもし気になる方というのはこの斜め線以降の添加物をご覧になって下の方半分ぐらいがこれ添加物になってくるんですけれどもあのこれであのどれぐらい入っているのかなどんなものが入っているのかというのを確認していただくというのもいいかと思いますで。 やはりですね中に入っているものはシンプルな方がおいしいですやっぱりもともとの味わいに近いものが多いですので添加物が少ないものほど私はおいしいと思います皆さんはどうでしょうかあの本来の味に近いと本来自分が手作りしたときにやっぱりより近い味になっていくかと思いますで添加物が少ないものほど残念ながら値段は上がりますつまり値段高いっていうのは 本物に近いという意味合いになっていきますけれども添加物が多いということはやはりその値段を下げて元の本来の味に近づけていくためにどうするかということでメーカーがいろいろ工夫しておりますのでどん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 添加物が入っていきますそして値段は下がるかもしれないけれども 本当にあの本来皆さんが食べたかった味なのかというのはちょっとまた違ったりもしますので、まあ、こういうところでまあ表示を見ていただいてなるべくシンプルなものを選んでいただくっていう方がいいかなと思いますでただしあの添加物いろいろあの賛否両論ありますけれども添加物そのものがないと作れない加工食品というものもございます。まあ、例えば豆腐もにがりというか あれも添加物になってきます。ですのでそれがなければできない食品というものもありますので全てがあの添加物は悪いというような言い方はできないかと思いますけれどもあのただそれでもやっぱり保存料とか着色料香料とかあるいは発色剤といわれるような商品自体をよく見せるために使う。 とっていったたものはは、まあ、なるべく、まあ、私たちにとっては本来不要なものですのであの味に本質には変わりがなくなってきますのでなるべくでしたらそういうものは入っていないものの方がいいかなとは思いますただそれはやっぱり皆様の目的にもよりますので皆さんがどういう視点で商品を買われるかといった時にこの原材料名を見ていただくというのもいいかと思います。でただあの何かやっぱり 添加物が入っていない方がいいなと思いの方は一つ参考になるものがありますあの添加物が少ないものを選ぶというのも一つあるんですけれどもその他にですねこれ食表示法とはちょっと違うんですが先ほど出てきましたジャス法という中で出てきます、えー、ジャスマークというものがありますこれはですね あのその商品の品質をある一定以上あるちゃんと品質が保たれているよということを保証したマークになってきますですので、えー、皆さんがたくさんある商品の中で一つなるべく品質のいいもの値段でまあ見分けがつかないなっていうときにこの JAS マークがついているものを一つ参考にしてお選びになるという方法もあるかもしれません。 あのただしですね気をつけていただきたいのはジャスマークというのはこれ取るためにはお金がかかるんですねすべての商品に対してこれついているものではありませんそのメーカーが任意でこの 認証機関があるんですけれどもそこにこの自分のところの商品を提出してお金をかけてです、ね、この品質がちゃんと合っているかどうかを検査してもらってそれに適合したものだけにこの JAS マークがついてまいりますのでやはりあ,のあまりお金のかけられない企業であったりとかこれ結局値段に関係してきますので値段にね転嫁されてまいりますのでそ値段を上げられない企業なんかですとあえて JAS マークを取らないと。 いうこともあります。ですので、あの全ての目安にはならないんですが、まあ、こういった目安も一つあるということです。あと、もう一つ有機ジャスマークですね。ご覧になったことありますでしょうか？葉っぱのマークが真ん中に入ってきております。で、これはですね。あの、非常に厳しくなっておりまして、あの商品のパッケージで例えば有機なんとかとか。 オーガニックなんとかみたいな商品名で売られているものって結構あるかと思うんですけれどもこの有機とかオーガニックという名称で何か商品を売りたいとあるいは広告を打ちたいといった時は必ずこのジャスマーク有機ジャスマークがついていないといけないんですね。で輸入のものに関しましても必ずこのジャスマークをつけるようになっております。 輸入の食品でオーガニックとか有機って歌いたい場合はこの日本でまた新しくこの有機って何かっていいますと、まあ、あのいろんな捉え方あるんですが例えば遺伝子組み換えの種だったりとか苗を使っていない農産物であったりとかあるいはあの畑や水田とかにあまり負荷をかけないようにあの化学肥料であったり農薬の使用頻度を、まあ、かなり下げて。 まあ全く使っていないというわけではないんですけれどもかなり下げているものに関してこれもあの認定期間がありましてそこで検査を受けて OK になったものだけに有機ジャスマークがつけられると。 いう1軒につき10万円ぐらい最低でもかかってきますのでそして毎年登録料があのかかってまいりますのでとっても大変なんですねですがあのやはりこのジャスマーク有機ジャスマークがついたもの,あの印象としておいしいものが多いなと思います。でまたこの有機の 農産物野菜だったり畜産物を使ったようなものから作られる有機加工食品というものもありますあのジャムとかですねそういったものもありますのでそういうのも一つ参考に今後見ていただけるといいかなと思います比較していただくとあの結構味が違います値段も違いますけれどもおいしさも結構違ってきますので一つあのご参考にしていただければと思いますそれからですねこれがあの新しくなったところです 先ほどの,あの冷凍餃子の話のところで出てまいりましたけれどもやはり原産地原材料の原産地に対して日本の消費者非常に敏感になっていますですのでこれが、えー、と全ての加工食品ですね、えー、国内で製造される全ての加工食品について原材料の産地の表示が義務付けになりましたこれがですね9月の1日から始まったという本当に新しい変化のところなんですけれども すべての加工食品が対象なんですけれども全部の材料について原産地がどこか書くっていうのはやはりこれメーカーにとっても負担になってきますのでまずは一番多くく含まれていいる原材料の産地を書くということになっておりますで。これもやはり猶予期間がございまして2022年の3月31日までにまあ表示を切り替えていくということになっておりますのであのまだ 見た限り加工食品の方でこの表示がされているものはちょっと見つけられませんでしたこれからどんどん変わっていくかと思いますで、どんなふうに表示されるかと言いますとあの下に例を挙げましたけれども例えばウインナーソーセージですとまあウインナーソーセージですので原材料の一番トップに来る一番使っている材料は豚肉になるかと思いますで、その豚肉がどこで取れたものなのかと いうことで例えばアメリカ産の牛肉あ豚肉だけをつく使っていればここカッコがアメリカ産 ってなったり日本のものだけであれば「国産」ということで一つの国名になってきますけれどもやはりあのメーカーはなるべく安くて品質のいいものを探し求めて世界中求めておりますので一つの国で住むということは今なかなかかありませんですのでここの複数の国が原材料の場所として上がってくる原産地として上がってくる可能性が高くなります。でですので、えー、とアメリカ産国産国というようよな書き方が あのされることも考えられます。で、こうなった場合どういう意味かというと、えっ、ー、と使われている豚肉はアメリカ産と国産があるんですが、割合とするとアメリカ産のものの方が多いですよという意味になります。なのでここも使用順、使用量の多い順に書かれていくというふうになります。で、この国名に関してま、関しましては三カ国。 ままででは、えー、と国名が書かれますのでもう一つ例えば「中国」とかっていうふうに書かれることもあるかもしれませんなのであの本当に知りたい情報が得られているのか微妙なところではあるんですけれども、まあ、あの一応こういうふうに原産地が、まあ、義務付けになりましたでちょっと紛らわしいものとしてですねこういう書き方も想定されます。 ウインナーソーセージ豚肉かっこ輸入っていうねあの全然なんか分かってんだか分かってないんだかよく分からない表記のされ方がありますこれはえっ、ー、と三カ国以上の外国の産地の豚肉が使用された場合こういう書き方が考えられますですのでここで分かることは外国のお肉を使っているんだな日本のお肉は使ってないんだなということのみになってしまいますね なので具体的にどこの国から来ているのかっていうのはちょっとわからないんですがこういう書き方も認められておりますのでもしかすると皆さんがお買いになったものがこういう書かれ方をされている可能性も出てきます。ですのでこういったものは買わないとするのかあるいは分かった上で買うのかというのは皆さんの判断になってくるかなと思います。 でもこういうふうにあの原産地が書かれるようになったというのはやはり大きな一歩かなと思います今までは特定の品目に関してのみこういう書かれ方がされておりましたうなぎとか干物とかですねあの割と原産地がどこかっていうのが値段に関係してくるようなものに関しては原産地が表示義務があったんですけれども今回全ての加工食品にこういうふうに義務付けられましたのでかなり大きな一歩ではないかと思いますで今後こういうい表記の仕方では不十分だ ということを皆様がおっしゃれば、もっともっとかいい方に変わっていく可能性は大きくあるかと思います。で、それから、えー、と期限表示に参りたいと思います。えー、と期限表示ですね。えー、と皆様もまあご存知かと思うんですけれども、消費期限、賞味期限という二つがございます。 でいずれにしましてもこれは保存方法というのが必ず加工食品には書いてありますので例えば10度以下で保存とか常温で保存と書かれてありますのでそれを守った上でかつ未開封パッケージを開けていない状態の場合のみこの期限まで有効ですよという意味合いになりますので開けてしまったらもうそこで終わりです。 なので賞味期限残ってたのにとかってまだ日にちがあったのにということではなくて開けた時点で、まあ、それは一旦終わりということになりますのでご注意ください。で消費期限、賞味期限この2つとも、えー、とまず年月日表示がされております物によってはあのおにぎりなんかですと何時までに食べてくださいというようなあの細かな指定もあの今は見られますけれども、まあ、基本的には年月日の表示になっております。で 気をつけていただきたいのは消費期限はこの日付までに食べきってください必ずでこちらの消費期限っていうのは非常に商品の劣化品質の劣化が早かったりとかあるいは食,食中毒を起こすような菌の、まあ、繁殖のスピードっていうのが早かったりしますので、えー、なるべく早く食べきってくださいとおおむね大体いい5日以内のものについてこの消費期限がつけられております またもう1つ賞味期限というのがありますけれどもこちらは年月日表示同じように年月日表示なんですけれども3ヶ月以上持つものに関しましては年月の表示でも可能というふうになっておりますむしろ年月表示の方がいいのかなとは思いますねでこちらの方は品質劣化が比較的遅いもの遅くてかつおいしく食べられると。 まあ想定される期間がこの賞味期限となっておりますので、あのこちらは慌てて一日過ぎたからといって慌てて捨てる必要のない食品になってきます。ここはあの勘違いされている方が結構いらっしゃるんですが、賞味期限は。 1> 1日過ぎたからといって心配なさることはありません例えば納豆とかもそうですね納豆も賞味期限になっておりますけれども納豆1日過ぎたから捨てちゃうっていうことは全然なさらなくて大丈夫です経験上1週間ぐらいはおいしく食べられますねあの皆さんもご経験ありますかね、まあ、ちょっと味わいが変わってきますけれどもあの決してあの食べられないということはございませんので慌てて捨てるっていうことはなくてあの 開けていただいて匂いを嗅いでいただいて何か変化がないかとかそういう皆さんの五感をフルに活用していただいてあの食べていただければいいかと思います、まあ、ただ体調の悪い方とかそういう方はおやめになった方が、ねまあ、安全かもしれませんけれどもあの慌てて捨てなきゃいけないものでは全くございませんではですねここでちょっとあの問題出していきたいと思います以下の食品3つありますけれどもこれは賞味期限消費期限 またはそれ以外何の期限表示になるかちょっと考えていただけますでしょうか1番が卵です2番はあのよくありますまあ、こんなペットボトルに入っている商品ですねお水ですそれから3番目はお塩ですどうでしょうねじゃ早速見ていきますが卵はまず賞味期限になりますご存知でしたでしょうか消費期限ではございません これはですね生食生で卵かけご飯みたいな感じですね生食が可能な期限を賞味期限としておりますでこれはサルモネラ菌の菌数の変化サルモネラ菌というのはあの鶏に普通についている食中毒菌なんですけれどもこれがやっぱり卵にもどうしてもついてまいります。これが まあ、あの何日経つとどれぐらい増えるのかあるいは保存の温度によってどれぐらいのスピードで増えていくのかというようなまあ実験をしたりですねあるいはそういったことをまああの考慮しましてただあの卵っていうのは保存状態10度以下でしっかりと保存していただきますと実はものすごく長く この生食できる期間が長いあの食品なんですね。きちんと管理されておりますと冬場ですと50日ぐらい持つと言われております。ですがあの冬場と夏場でこう賞味期限が変わってくるとやっぱり消費者が混乱してしまいますので、まあ概ね2週間程度であの設定がされております。 でこの賞味期限、万が一過ぎましてもこれは生で食べることを保証した期間ですので加熱を十分にしていただければ全然、賞味期限を超えてもあの慌てて捨てる必要が全くないものです。ですのですの賞味期限 まあそうですねこれも経験上ですが12か月過ぎてても全く大丈夫ですただし、やはり卵もどんどん品質が低下していきますのであの早い方がもちろんねいいんですけれども慌てて捨てなくても全然構いません1日だったらもう本当にもう気になさらない程度でもう全くかがありませんのでどんどんあの加熱してお使いいただければと思いますそれからお水です。 ペットボトルで売られているものに関しまして、賞味期限がついております。で、賞味期限というと、こう、お水が品質がで。 化していくのかとかなんか菌が増えていくんじゃないかというようなイメージを持ちかもしれないんですが実はあの水自体は衛生状態が下がるということはありませんペットボトルで売られているものに関しましてはあの飲めなくなるということはございませんじゃあなぜ賞味期限が決められているかということなんですがこれはですね食品表示法とはまた別の観点で計量法というものがあります これも法律の一つなんですが私たちがよく使う食品であったり商品あの、まあ、いろんな品物に関しましてあの重さ例えばパッケージの中に1キロ入っていると。 いうようよなパッケージが、まあ、内容量として1キロと書かれたものがありますとやはりそこにきちんと1キロ入ってないと困りますよねですのでそこで誤差が多少、まあ、当然ながらあの作る時に多少の誤差が1グラムとか2グラム出てくることもありますよねですので計量法の中で何グラム何パーセント以内だったらあいいですよと流通させていいですよという決まりがございます。でこのの水もその対象になっててままいりまして 例えば皆様がよく飲みになるペットボトルとか今あのお手元にあるようなお茶に関しましても例えば350ミリリットルとか500ミリリットルと内容量が記載されているかと思いますでこの賞味期限はこの内容量が保証される期間です でペットボトルというのは面白くてこの目には見えないんですが実はあの気体を通す性質がございまして知らないうちにこの水分が蒸発していってるんですね。ねですから何年か経った後にはもともとはちゃんと500ミリリットルあったものが例えば490ミリリットルに減っているというようなことが考えられます。でですすのののそうなってきますとやはりこ計量法にあの 違反してしてまうことになりますのでそういうことがないように何年経ってもこの500ミリのこの計量法を違反しない程度の範囲内であるということを保証したのがこのお水の賞味期限になってまいりますなので味とか衛生状態とはちょっと違うので賞味期限を超えたからといって慌ててこれも捨てるとかおみあの植木にあげちゃうとかそういうことは全く必要がございません。 ですので、すのペットボトルはわずかに気体をこう投下させてしまうので、まあ、蒸発もしますし逆を言えば匂いもつけてしまうとお水に匂いがつくというようなこともございますので例えば皆様があの保存用にあの災害用にとってあるお水とかが例えば芳香剤のそばに置いておくとかっていうことがあると何年か経つとお水にこの芳香剤の微妙な香りがついてしまうということも ないかもない気にしもあらずということになるかと思いますですでのでそのゆ臭いのいついたものを飲むっていうのはやっぱりちょっとね抵抗があるかもしれませんのでなるべく保存するお水っていうのはに臭いのない場所匂いのつかないような、まあ、倉庫に置いていただくのがよろしいかと思います。であの 保存用のお水多分あの災害時用に皆様買われたりされているかと思いますけれどもあの今賞味期限切れちゃったものどうしようと思われているものがありましたらぜひそのまま取っておいてくださいそしてあの使う時になったらそのまま飲んでいただいても結構ですしその時にやっぱりちょっと抵抗があるなということであればあの加熱して使っていただくっていうこともできますしあるいはやはり災害時っていうのは 飲み水ももちろん大切ですけれども衛生状態悪くなってまいりますので手洗いとか加熱に使うとかいろんな使い方ができますのであの飲むのがちょっと抵抗感あるようでしたらそういう手洗い用の水として保存するというのもいいかと思います。それからですねお塩です。こちらは実は実表示がありません あのよくご覧になっている方はお気づきだったかもしれないんですがあのお塩っていうのは、まあ、しばらく保存していると固まっちゃったりはすることあるんですけれども品質自体の変化というのはほとんどございません非常に安定した食品ですですので長期保存による腐敗や品質の劣化の心配がございませんので期限表示を省略することが可能な食品になっております。でその他同じような理由で お砂糖とか旨味調味料片栗粉チューインガム氷アイスクリームなんかも同じ位置付けで期限表示がありませんであのチューインガムといっても本当に安いこう焼肉屋さんとかでただでもらえるような板ガムですねああいったものがこれに当たってきますけれどもあのキシリトールとかが入っているようなあの特保とかで売られているようなガムは賞味期限が入っておりますのでお気をつけてください でアイスクリームに関しても意外なことにこの期限表示がないんですけれどもやはりアイスクリームっていうのは一度解凍してしまって、まあ、外に出してしまうと溶けてしまってそれをまた固めてもちょっと味が落ちてしまいますので一般的には一度出したらすぐ食べるであろうと。 ままた保存すするともちゃんん冷凍庫に入れますよねね皆さんねですのであのそういった保存環境も大きく変わらないであろうということから、えー、この期限表示がないという食品になっております。で期限表示のねあのこの決め方なんですけれども実はあのいろんな決め方がございまして、えー、理化学試験微生物試験観能試験というものを 行いま,してまあメーカーサイドで行いましてそこからこの起源を算出してまいります理化学試験というのはその食品の品質自体を調べるようなもので例えば硬さの変化であったりとか PH の変化とかそういったものを見てまいります微生物はこの食中毒を起こすような菌が増えていないかという実験ですねそれから観音試験は人間が行ってまいりますけれども見た目の変化香りの変化味の変化 そういいったもものを、まあ、人間が実際に食べてて判定していくものですこういったものをあのまとめましてこの期限表示をしていきますでさらにこれだけですとやはりあの食品ができてから皆様の手元に行くまでの輸送の段階で温度管理がきちんとされないとかあるいは皆様のお家で適切に管理されないということも考えられますのでこの本当の最終的な期限 もううこれ以上経ったたら危ないいですよっていう期限を決めたメーカーが決めた日にちよりもさらに小さくなりますように安全係数というのをかけてまいります大体いい1よりも小さい数字で大体0.6から0.8ぐらいをかけてまいりますこれは、まあ、あの国としては0.8を1、まあ、つのガイドラインとして推奨しておりますけれども商品によって変わってきますので、まあ、あの幅がいろいろありますで例えば あのいろんな試験の結果5日持つ食品があったとしますがこの安全係数0.6をかけて3日にしましょうとかという感じであの安全性をより高めて消費期限などを決めておりますで同じように賞味期限もの方はですねよく考えていただくとお分かりかと思うんですが例えば缶詰 あのこの前あのちょっとニュースで見ましたが15年ぐらい持つものがあったっていうニュースを見ましたけれども同じように何年持つかかかどうかっていういのは分かりませんよねで15年間メーカーでずっと待っているその終わる日を待っているっていうのはとっても大変なことですので。 この食べられなくなる日というのを正確に把握するってのは難しいことです。なのである程度メーカー側でまあこの辺で終わりにしようというところを決めまして、えー、そのそれを賞味期限としていきますので、実際に本当のところの食べられなくなる日っていうのは厳密なところはちょっとわからないんですね。でさらにこの賞味期限そんなふうに決まっていく賞味期限に0.9を 0.8うう、まあの場合もありますけれどもこういうのをかけてまいりますとますますこの賞味期限がは短くなっていきますですので賞味期限に関しましてこう何ヶ月も何年も持つようなものに関してはやっぱり1日過ぎたから、ね、1週間過ぎたから捨てちゃうというのは全くもったいないということがこういうあの賞味期限の決め方からも分かるかなと思います。 あと期限表示に関しましては、まあ、安全係数を決めないで、えー、とこの経験から各メーカーで決めていったりとかあるあるいは、えー、パンの業界ではこういうふうに、まあ、日にちを設定しようとかいったような基準がありますのでこれで一律ではないんですけれどもいろんな決め方でこの表示が、えー、期限表示が決まってまいります。